い、皆さんこんにちは、ワンダルルイジです。では今回は対抗立志伝5明智光秀プレイの続きをやっていきたいと思います。前回最後ですね、山賊に敗れて追い上げに遭うという失態を演じてしまった光秀なんですが、タイムリープさせていただいてですね、お金をかき集めてあります。で今回は軍資金の、調達が、最初の、道さんからの指令になってますので、これに従ってですね、しっかりとお金をかき集めてきたいなと思います。で軍資金の調達内容なんですが、今持ってるお金、3800貫あるんですけど、これを4000貫に増やしてこいという内容です。オーソドックスにですね、交易で増やしてくるのが一番、間違いがないかなと思いますので、例によって京都大港、ここの往復でですね、お金をかき集めていきたいなというふうに思います。では早速行きましょう。大港とね、今日の往復は金が一番効率よく手に入るので、途中に山賊が現れる可能性は高いんですが、ここは一応ね、交易品の購入を優先していきましょう。2割持ってくってね、結構持ってくんだよね。そうか、大港で売りやすい紅花がもうちょっと在庫的に微妙なので、じゃあ銅にしましょう。銅を買って、堺に持っていくパターンかな。一応交渉はね、やります。一本でも当たれば、多少は安くしてくれますからね。じゃあこれを堺に持っていきます。結構ね、やること多くて忙しいですよね。じゃあ、堺まで移動しましょう。山賊に会う。山賊に会うんだよな。今、郷義弘持ってるので、鉄砲で生きていきたかった。麒麟が来るに習って、鉄砲でね、勝負したかったんですけど、ちょっと鉄砲で勝負できる状況じゃないので、一旦、この、郷義弘に持ち替えてますから、おっと、かわしてくる。やるな。この俺の太刀をかわすとは。ちょっとここはね、山賊との戦いなんで、ババッと進めちゃいます。では、堺に入りましたので、ここで売りさばきましょう。交易金の売却。利益としては約1000貫ですね。悪くはないかなと思うので、これで交渉して売りさばいちゃいましょう。ここでも金をさらに得ておきたいので、座に顔を出して、堺だと硫黄とかだった気がするんだけど、もうちょっと記憶がだいぶ曖昧なんですが、硫黄を買ってこれ大港だった気がするんです。ちょっとこれもやっちゃいましょう。交渉する。金はね、いくらあっても困らない。じゃあこれを持ってまた大港に戻りましょう。いやもうこのさ、金を集める作業だけでだいぶ食っちゃいますからね。では、ここでも座で売りさばく。いや、商人として生きた方がいい気がするぐらいだよね、もうね。あんまり利益にならなかったな。でもここでも交渉で一発当てましょう。さて、これでね、5000貫手に入れて残り33日あるんで、どうしようかな。だとしたら、茶道か弁舌か、どっちかを上げておきたいので、とはいえ、奈良とかに行ってもちょっと微妙だしな。
京都に戻るのも手ぶらで戻るのも微妙ですしね。一度京都町に行って、残り32日あれば、そうだな、堺に戻った方が良かった気がするが、まあ、せっかくここまで来てるので、であれば今日でちょっとまた攻撃金購入しとこう。で、次のターンでしっかりと茶道か弁舌かあげましょう。茶だな。いや、この茶とかだと結構ね、差額が出てくるんで、大当たり引き当てたい。だ。じゃあこれ大港経由で戻りましょう。で、次はもう一旦、そうだな、修行とかにしておいて、うわ、また盗賊だよ。ちょっと盗賊の戦闘はささっとやっちゃいます。では大港に入りましたので、ここでね、売りさばいていきましょう。ただここで砥石崩れの話が、忍者から報告が入ってますね。まあ、確かに信玄は義清に2回敗れてますよね、確かね。で、真田幸高の、まあ、長略戦謀略戦で義清を追放したという逸話が残っている義清との戦いのイベントでした。では座で茶を売りさばく。いくらで買ったかちょっと覚えてないけど、だいぶ儲けが出るな。いや、茶はやっぱり金儲けになるわ。うん、外した。ま、それでもむちゃくちゃ金になったんで、もう御の字だな。では軍資金調達残り29日か。まあ一度そしたら井の口の町まで戻りましょうか。で、そこでちょっと様子を見よう。鍛冶屋、鉄砲指示。30日か。30日は無理だ。ちょっと次来たら鉄砲指示をしっかり受けておきたい。では道場に行く前に、いや、一度自宅に帰ってふみのちゃんの膝枕で寝ましょう。ではもう一度途上しちゃいましょう。4000貫これを献上する。18日じゃ何もできないので、表情まで寝ましょう。では途上していきます。いや、3000貫を4000貫にさ、2ヶ月でするって、結構だよ。よし。内政。まあ、ここは方針に意見、軍備を行うにして、修行にします。もう金はある程度あるので、修行をして、斧が力を高めましょう。まず京都に行って、いや、京じゃない、堺だな。堺に入って、そっからかな。堺に入ります。ん？人だかりがいる。
盆踊りか。歌舞伎踊り。これ、いろは太夫の話とちょっと被るな。これ本当に、やったんじゃないかって思うけどね。麒麟が来るのプロデューサーさんが、太閤立志伝を光秀でプレイしたんじゃないかなって思うよな。出雲の国だった。まあ、似て非なるもので、ほぼ同じと考えても良さそうだな。さて、我々は茶人宅に行って、まずは、千利休に、茶道の指示を受けよう。わびさびの心を手に入れる。何？茶器を用意してくれが、茶器を買わなきゃいけないのか。そうだなぁ。400貫出すか、20貫で済ませるか。ちょっと微妙なとこだなぁ。キネの俺、北のナスビ、あれナスビだかなんだか、なんだっけな、松永久秀が茶入れとともに爆破した逸話、あれなんだったっけな。これでも北のナスビは秀吉所望って書いてありますよね。よし、これにしよう。で、佐藤の指示を切る。何？価値3以上。いやー、すごいよな。無の心。これもう2、3回やんなきゃダメだな。そしたら一度、井の口の町に戻って、鉄砲指示を受ける。で、体力的にも、時間的にも、大丈夫かな。鉄砲指示、50巻。まだか。上がらないね。そしたら、一度、稲葉山に入りましょう。っていうのをちょっと何回か続けなきゃいけないですね。さあ、では、表情に入ります。まあ、内政、まあ、一応、軍備を行うに変えて、まあ、却下されたら却下されたで、修行だな。さて、そしたらまた井の口の町に行って、ここで鉄砲を鍛え上げよう。鍛冶屋。鉄砲指示。まだ上がらないね。そしたらこのまま戻って体力回復してっていうのをちょっとしばらく続けておきます。はい、そしたらちょっと修行を続けているとこなんですけども、雪高、真田雪高のね、砥石城攻略の話が出てますね。では表情に出まーす。論外。もうちょっと修行の成果が出てないからで。まあ、ここはいつもの通り意見をしておいて、その上で軍資金調達にしておこう今回は。じゃあ大港経由で京都、堺と回っていきましょうか。
いつものパターンでいきます。でここで信秀が死んだという噂が流れている話が出てます。まあ、信秀とは一回面識ありますからね。では座に行って攻撃金を買いましょう。すでにある程度在庫が入っているので別に2番にしよう。じゃあこれを京都に行って、堺に行って利休に会います。さて、そしたらちょっと信長のところにやってきたので、信長に会っておきましょう。何？お取り次ぎできぬか。信長おらず。残念。じゃあ、武家宅を回っておきましょう。秀吉はまだいないか。じゃあちょっと利家あたりの家に行っておきますか。ない。利家もいない。てかみんな忙しいんじゃないか。あれ？勝家はいる。いや勝家になんかできることないよな。信長の噂、確か武具は槍。いやいろいろ教えてくれるな。秀吉はまだいないね。では戻りましょう。京城まで進めちゃいます。自宅に入り、ちょっとお金も入金しとこう。さらに1000貫ほど。氏康と範政の戦いですね。神龍川。これはまた光秀が一番の働きだろう。さあ軍備を整えるというなら内政を行うというね。いちいち動産の言うことに歯向かう。ではここはそうだな、算術弁舌、兵糧購入しておきましょう。8000石ね、手に入れてくるという感じですね。はい、ではちょっと今回あんまり見どころ少なくなってしまいましたけども、一旦ここまでにさせていただいてですね、しばらくの間は、まあ、今ご覧いただいているような道山からの命令に従ってコツコツと、まあ、斉藤家の家の中での地位を高めていくというのをやりつつ、お金を貯めて修行をしておきたいというふうに思います。では今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回ですねまたこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。